地に妖魔の大事なものが隠されているらしい。その情報は長く妖魔軍に潜入していた連氏からもたら。お宝と聞いて黙っていられないのは石川五右衛門と豊臣秀吉である。二人は早速東水へ向けて出発した。そこには妖魔の厳重な警戒が敷かれており、五右衛門らの期待は嫌が上にも高まるのだった。さてお宝があるってな。おい五右衛門、何やっとるんじゃ。いきなり話しかけんじゃねえ。で何をしとったんじゃ。なお宝の匂いを嗅いでたのよ。俺様の鼻は特別性だ。お宝の匂いはあっちだ。あっちの方から匂うぜ。なんじゃろな、このいまいち信用できん感じは。さて、お宝、お宝どこかになった。ちなみに、妖魔が何部隊かおるようじゃな。刺激せんよ、あまり近づくな。消えて。なんだ貴様ら。おっと、ここで騒がれちゃ面倒だ。消えしてもらおう。敵の魂、私が狩りと。どうじゃ、ゴエモン。お宝は見つかったか。いや、はずかだな。金目の門は一つも。お宝の匂いは。あっちの砦が匂うぜ。くれぐれも騒ぎを起こすなよ。妖魔が寄ってくると厄介じゃからな。うん、見事よ。守備隊か。あるじゃねえか。に運び出されたっちゅうことか。隠す場所を変えるってこと。相当な値打ちもに違いねえ。こっからお宝を運ぶとした。この砦だな。こんなところにあいつらを助けてきたのか。どんだけ厳重な気すげえ音が見ちゃう。
せんじゃな。南の方に連れて行かれたことは確かなの。あの砦を探してみよう。お任せを。行くわ。あなたと私、会ったことあるよね。何だってあんなところに捕まってたの？悟空を見つけたって思ったんだけどね。逆に捕まっちゃったの。復活した清盛は強大になっとった。それで悟空も強くなっとるのかもな。その調子。丹道、ここで捕まえるんだ。気をつけ。私が借りた。見事や。これも、ここに何もねえの。もっと南の砦なのかな。行ってみよう。あなたと私、会ったことあるよね。悟空にちょっと似てるよね。だからそんな気がしただけかな。いや、多分、どっかしらで会っとるじゃろ。捕まったのか。ざまねえな、両党。捕まんねえ。なんで、あんたがここにいるんだよ。
逃げんとまずい。騒がしい。お師匠様、なんでどうやってあの術を。こうなりゃ仕方ねえ。もう一回捕まえてやる。今からでももう一回お宝を。そんなこと言うとる場合か。僕を倒して今度で逃げるんじゃ。お師匠様、もう一回捕まってもらうぜ。ダメだよ、今日こそ一緒に旋回に帰るの。なんか俺巻き込まれてる気がするんだよね。メッス敵の魂、私が狩りと。師匠様、その三人はお供かい。思い出さないか、俺たちが旅した。うん、あの旅は楽しかったよね。あの時は悟空も好きあり。あ、ほら悟空、待ちなさい。敵の魂、私が狩り取った。あんたのためってわけじゃないんだけど、美人に頼
で俺が納得いかないってんの。朝の光待ち遠しい。結局お宝は見つからずかよ。それなら大丈夫、手ぶらじゃないよ。お、天女さん、何かお宝。ごめんね、お宝じゃないの。ま、俺も三蔵さんに拾われた身だ。音もしますよ。おたがい。